それではですね、その次のプラスアルファについて移っていきましょう。今日のテーマはこちらです。さあ、基本となる3つのポイントが分かったところで、今度はですね、より発展的な内容に入っていきましょう。発展的な内容の1つ目は何かというと、できるものですね。先ほど生成物が CHI3 というふうに言いましたけれども、もう1つのできるものがあるんですよね。それが何かというのを押さえておくと、これは構造決定の時に役立つことがあるんですよね。何ができるかというと、これは炭素数が1個少ないカルボン酸のナトリウム塩になります。具体的にどういうことかというと、こういうことになります。こちら、はい、具体的に言うとこういうふうになりますね。先ほどヨードホルム反応で検出する2つの構造を紹介しましたけれども、実際にヨウ素と水酸化ナトリウムを加えることによって、ここの部分が取れて CHI3 になります。いいでしょうか。そしてここの残った部分はどうなるかというと、ここが RCOONA になるんですよね。具体的に書くとこうなります。こちら、ポン、はい、こうですね。具体的に何ができるかというと、炭素数が1個少ないカルボン酸のナトリウム塩ができますね。 RCOONA、 これどちらの構造でもそうですね。どちらの構造でも RCOONA という構造ができます。その事実を知っておくと、構造決定の時に役立つことがあるので、ぜひですね、余力があれば押さえていただけたらと思います。何度も言いますけれども、その前のに紹介した3つのポイントをまだ覚えてないよという方はですね、まず3つのポイントを覚えてください。そして余力があれば、この炭素数が1個少ないカルボン酸のナトリウム塩ができるということを押さえておくといいですね。いいでしょうか。そしてここまでいけば3つ目ですね。じゃあどうやって反応式を作るかについて見ていきましょう。さあ、それではヨードホルム反応の反応の仕組みについて見ていきましょう。このヨードホルム反応の反応の仕組みを考える上で大事になってくるキーワードが電気陰性度ですね。電気陰性度については、水素結合のところでその動画で説明しているので、ぜひわからない人は見ていただきたいんですけれども、簡単に言うと電気陰性度とは何かというと、共有結合している電子対を引き付ける度合いですね。この棒で書かれているものってのは全て共有結合です。何を共有しているかというと電子ですね。この電子を引き付ける度合いを示すのが電気陰性度です。この電気陰性度がヨードホルム反応を考える上で大事になってくるんですよね。どういうことかというと、電気陰性度っていうのは HCI で 2.1、2.5、2.5 っていう値になっています。この値は覚える必要はありませんけれども、どちらが電子を引っ張りやすいかがこれを見てわかるんですよね。そうすると C が 2.5 で H が 2.1 ということは、この C と H において H の方が電気陰性度が弱い、 C の方が電気陰性度が強いってことだから、ここの共有結合は C が引っ張ります。こういうふうに。そして電気陰性度が最大のものっていうのは FON ですね。 FON、 つまりここの O も電子を引っ張ります。そうすると同じ C であるにもかかわらず、ここは引っ張られて、こっちがマイナスでこっちがプラスになってますよね。一方こっちは H の電子を引っ張ることによってマイナスになってますよね。そうすると、いやいや、同じ C なのに、なんであなた電子を持ってるのっていう風になって、こちらからこちらに引っ張ろうとする力が働きますね。いいでしょうか。これは発展的な内容なので、本当に分からなければもうスルーしてもらって構いません。いいでしょうか。さあ、そんな状況ですから、このままじゃちょっとまずいということで、この H も引っ張られて、 H も出たくなってるわけですよ。引っ張られて、出たいってなってる時に、水酸化ナトリウムとヨウ素を加えることによって何が起きるかというと、ここの H が I と置き換わります。 H と I が置き換わったら何がいいことがあるかというと、見てください、 C と I っていうのは電気陰性度が同じなので、ここで引っ張ることがなくなりますよね。そしてここは相変わらずC と O 二重結合のところっていうのは、ここは引っ張った状態になります。そうすると考えてみてください、この C にとってはより厳しい過酷な状況になりますよね。いいですか。ここまで整理するとこういうことです。電気陰性度によって C と H によってこう引っ張られて、ここの C がマイナス、そして今度は C が O に引っ張られて、こっちの C はプラスです。プラスとマイナスだけど、ちょっと俺厳しいからちょっとマイナスちょうだいよって人にこう安定を保ってた。だけどここの H が耐えられない、引っ張られてるから助けてくださいっていう風にして、引っ張られてる H がもう無理ですって言って I と変わって、 I と変わることによって無事 H 君は安心安定をつかむことができましたけれども、ここの部分ですね、この C にとってみたら、もう引っ張られても、この干渉してたここの、ね、C から供給されてた電子がもうなくなるわけですよ。そうなるともうここってのはもう反応したくてたまらないですよね。そこでここにOH マイナス、NaOH からの OH マイナスという誘惑が来ると、ここの
プラスのところを攻撃してきます。こういうふうにして陽動ホルモン反応ってのは起こるんですよね。いいでしょうか。じゃあそれがどうなるかというとこうなります。こちら、ポン。はい、こうですね。いいでしょうか。ここの OH マイナスが攻撃したらこうなるっていう形書きましたけれども、ここら辺はですね、本当に難しいので、別に自分で力で導ける必要は全くないです。で、かなり大学の内容も入ってくるので、本当にもう聞いて、そんなもんかぐらいでいいですね。いいでしょうか。よくわからない、聞いてもよくわからないって人は、試験で出ないので、後から言う結論だけ覚えておいていただけたらと思うんですけれども、いいですか。まずこれどうなるかというと、ここの、二重結合、が引っ張ってここがプラスマイナスになる、そのプラスマイナスが厳しくなるって話しましたよね。いいですか。電気インセットによって H がから供給されててこっちを回してたのに、この H がもう無理って言ってこう要素と置き換わるって話して、その要素が置き換わったのはいいですけれども、今度こちらから電子が供給されなくなるから、この C が O の二重結合に引っ張られてマイナスプラスでより強いプラスになるって話しましたね。そこで OH マイナスが甘い佐々木私マイナスよどうみたいな感じでここを攻撃するって話をしました。そしてこの攻撃した OH がくっつくとこうなります。炭素の数は4本なので5個の今の状態というのは非常に不安定です。じゃあどこが外れるかというと、これがここが外れるんですよね。ここの部分が外れて、ここの H プラスがここにくっついて CHI3 になるというのが、これが陽動ホルムになります。いいでしょうか。そしてその後残ったものはこういうふうになります。こちらポン。はい、こうですね。いいですか。ここの部分が切れて、ここの H がこっちにくっついて、そして O マイナスになるっていう形になるっていう話しましたよね。いいでしょうか。何度も言いますけれども、ここは自分で導ける必要はありません。そして大学の範囲になってくるので、端折ってる部分も多々ありますので、そんなもんかでいいんですよ。いいですか。何が大事かというと、ここから大事なので聞いてください。それは化学反応式を作る上で何が必要かっていうところですね。そうすると考えてみてください。この H と I を置き換えるって言いましたね。したがって要素っていうのは、これ3つ必要ってことが分かりますか ?3 つ必要。置き換えるのであれば。それがまず1つ目のポイントですね。そして2つ目のポイントは何かというと、水酸化ナトリウムをどう使うかですよ。水酸化ナトリウムが何個いるかですよ。ここでできるものというのは何かというと、要素と H が置き換わって HI っていうのができますよね。HI は何かというと、これは酸性です。この酸性の HI を水酸化ナトリウムで中和しないといけませんよね。だって水酸化ナトリウムはたくさんあるわけだから、HI ができたらすぐさま中和されて、NAI プラス H2O というのができますよね。したがって、水酸化ナトリウムも3つ必要ですよね。いいですか?そしてさらにここでできていたカルボン酸っていうのは酸性なので、このカルボン酸を中和するために水酸化ナトリウムはもう一ついりますよね。つまりこうです。陽動ホルモン反応した時っていうのは、要素と水酸化ナトリウムが何個いるかですけれども、要素は3つ、水酸化ナトリウムは4ついりますね。いいでしょうか。この意味が分かれば3つと4つっていうのは分かるんですけれども、それが分からなければ分からなかったでも全然いいので、3つ4つと覚えておけば書けられます。ただしですよ、何度も言いますけども、これは本当に発展的な内容で、陽動ホルモン反応の化学反応式を書けっていう問題はほとんど出題されません。毎年、すべての入試問題で大体1題か2題です。ちなみにですけど、調べてみると、2018年の2017年度でどこが出しているかというと、2018年度は佐賀大学が出してますね。佐賀大学が陽動ホルモン反応の化学反応式を書けて出してます。2017年度はどこが出しているかというと、明治薬科大学が出してますね。このようにもう本当にたまに出るぐらいなので、全然覚えなくても書けなくてもいい反応ですので、ここはですね、あなたの戦略ですね、どのように化学を点を取っていくのかっていう戦略に合わせて考えていただけたらと思うんですけども、基本的には化学反応式まで書ける必要はありません。さあ、以上の内容をまとめてどういうふうに書くかというと、化学反応式はこうなります。こちら、さあ、それでは今までの説明を踏まえて、具体的なですね、アセトンの陽動ホルモン反応の反応式について考えていきましょう。いいでしょうか。ポイントはですね、I2、要素というのは何のためかというと、H と置換することですね。そしてその置換した H によって HI ができて、その HI を中和するのに水酸化ナトリウムが必要であること。そして、その陽動ホルムを作るために CHI3 を作るために、さらにもう一個 NaOH が必要であること。具体的には、この攻撃するときに、ここの部分ですね。ここの部分を攻撃するときに、ここが OH マイナスが攻撃しやすくなっていることっていうのがポイントでしたよね。したがって要素が3つ、水酸化ナトリウムが4ついるっていうことなんですけども、具体的に見ていきましょう。ステップ1が何かというと、最初のこれアセトンですね。CH3 を書きましたけど、ここが要素と置き換わるんですよね。要素を使って置き換わりました。その置き換わったことによってできるものっていうのが HI ですね。これはもちろん酸性です。この酸性の
ものだから水酸化ナトリウムを加えてこれは中和されますよね。そして 3HI プラス 3NaOH で 3NaI プラス 3HO という中和反応が起こります。そしてさらにその後ここの部分というのは OH マイナスによって攻撃されやすくなっているので水酸化ナトリウムを加えて CH3COONA とここの H がこちらですね CHI3 になるってことですね。まあ、こう考えてもいいです。先ほど言ったように酢酸っていうのはこれは酸性なので水酸化ナトリウムがあることによって中和されますよね。なので CH3COONA になるというふうに考えてもいいです。いいでしょうか。これらを組み合わせることによって陽動ホルモン反応式ができますね。じゃあ具体的にどうなるかというとこうなります。こちら、ポン。はい、こうですね。書きました。これが最終的な反応になりますね。いいですか。ここの HI が消えますよね。こことここが。そして、ここの、できたものが切れるわけですから、こことここも使うので消えますよね。こういうふうに。こうです。そうすると残ったものは全部足してあげたらいいので、このアセトンと3つの要素と4つの水酸化ナトリウム、そしてそれによって3倍の NAI と3倍の H2O、CH3COONA と陽動ホルメですね、ができるという反応になります。いいでしょうか。意味を考えると、I2 は何のためかというと、ここの H の部分を置換するため、そしてその H の部分を置換してできた HI っていうのに水酸化ナトリウムを加えたら中和する。そしてその攻撃しやすくなっているここの変わった C の部分に攻撃する NaOH がもう1個いるってことで、要素が3つ、水酸化ナトリウムが4ついるってことが分かっていただけるのではないでしょうか。ただ何度も言うようにこれはあまり入試で出ないので、ここまでかけれる必要は本当にないです。いいでしょうか。ただ、難しい大学や科学で点を取ろう、差をつけようと思う方にとっては重要ですので、その方はですね、ぜひ押さえていただけたらと思います。はい、ちなみにですけれども、教科書で出ている陽動ホルモン反応ってのはこのアセトンしかないので、これだけかけれるようになればもう十分ですね。それよりも先の構造、例えばここが OHH でも反応するので、例えばニプロパノールとかでも陽動ホルモン反応を示しますので、その場合は別に必要ありません。ただその場合もし出たらどうなのかというと、要素と水酸化ナトリウムの個数が変わっていきますね。要素が4つ、そして水酸化ナトリウムが6つ必要になってきます。ただここはもう本当にもう超ハイレベルになってしまうので、もし興味がある方は調べていただけたらと思いますけども、ここの動画では割愛させていただきます。はい、いいでしょうか。教科書にはですね、アセトンしか載ってないので、この反応を覚えておけば十分ですね。有機化学というのはもう奥が深いですから、突き詰めればもう終わりがないですから、あくまでもこの化学を勉強している意味っていうのは、大学入試に受かるためにやってるっていうことを忘れないでください。突き詰めればもう他の科目の勉強ができなくなってしまうので、ここまで教えておけばもう完璧ですね。いいですか。何度も言いますけれども、普通であればもう全員押さえておかなければいけないポイントというのは、先ほどの3つで、余力があれば炭素数が少ないカルボン酸のナトリウム塩ができる、そしてさらに余力があればこのアセトンの反応がかけれるようにすること、そしてその時にどういう反応の意味があるのか、 H と置き換わる、要素と H が置き換わること、そしてその HI が中和されること、そして攻撃して水酸化ナトリウムが攻撃することによってカルボン酸のナトリウム塩ができることぐらい押さえておけばもう完璧ですね。いいでしょうか。本日は陽動ホルモン反応アルティメットバージョンをお送りいたしました。さて、本日の人のイテレいかがだったでしょうか。本日は陽動ホルモン反応アルティメットバージョンをお送りいたしました。予想以上に陽動ホルモン反応の分量が多かったので、2つに急遽分けさせていただきました。今回はですね、プラスアルファで、覚えておくと、押さえておくといいことがあるかもしれないっていう話ですね。それがアルティメットバージョンです。具体的には、できるものが炭素数が1個少ないカルボン酸のナトリウム塩ができることでしたね。これは構造決定の時に役立つことがあるので押さえておいてもいいです。そして最後に紹介したのがこの化学反応式ですね。化学反応式は本当に年に2台ぐらいしか出題されないので、本当に超マニアックな出題です。そして出されるとしたらこれですね。教科書に載っているアセトンの陽動ホルモン反応の反応をかけっていうのが出るぐらいですね。そこさえ押さえておけば大丈夫です。他の理論上は2プロパノールとかも反応しますけれども、そういうのは出ませんっていう話しましたよね。具体的には、どのように陽動ホルモン反応が起こるか。最初、H と I の置換反応が起こって、出てきた HI を中和して、さらにそこに OH マイナスが攻撃して、水酸化ナトリウム、が4ついるっていう話とともにお送りいたしましたね。理屈が分かっていると CHI3 であることも納得できますし、要素と水酸化ナトリウムの個数も分かりますよね。このようによく分かればいいんですけれども、よく分かるためには電気陰性度が必要でした。そして中和反応の知識もいいので、結局有機化学といえど理論化学の知識も大事になってくるんですよね。
逆に言うと、しっかり勉強してきた人は、あ、なるほど、電気陰性度も分かったし、あ、なるほど、中和反応ですかっていうような形でつながってくると面白いですよね。ぜひ興味を持ってこの動画を見ていただけたら大変嬉しく思います。はい、ただ有機化学というのはすごく奥が深いので、大学でもしっかり習うので、あまり深入りしないようにという話もさせていただきましたよね。あくまでも科学で点を取るために勉強しているという目的から外れないようにしていただきたいと思います。そしてその目的を叶えるためには、その前に紹介した陽動ホルム反応の重要事項を押さえておけば大丈夫という話をさせていただきましたよね。ぜひですね、重要事項をまず押さえて、そして余力があればこの動画をもう一回見るみたいな形で利用していただけると大変嬉しく思います。ほう、なるほど、陽動ホルム反応の高みに来たような感じがします。ありがとう石田よ、ありがとう石田よと思った方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけたら嬉しく思います。石田のイテレではですね、このように科学の学習動画や効率的な勉強法、そしてちょっとした役立つ内容、教育内容をお届けしますので、まだ登録していただいていない方、チャンネル登録していただいていない方はぜひですね、この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またこのアルティメットバージョンは、科学好きな友達もしくは科学好きの兄弟に、わかる、どうだ、わかるかみたいな形で SNS で Twitter、LINE、Facebook、Instagram などで拡散いただけたら大変嬉しく思います。それではですね、この動画をきっかけに有機化学がちょっとでも好きになれば、そして陽動ホルム反応に対する苦手意識がなくなれば、とても嬉しく思います。ぜひですね、この動画を見た後はしっかり問題演習をやっていってください。他にも何かわからないものがあるというのがあれば、遠慮なくリクエストいただけたら動画作っていきたいと思いますので、遠慮なくいただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら、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 チャンネル登録はこちら。